T18 重装甲車はアメリカ合衆国が1942年に開発した装輪装甲車である。愛称はボアハウンド。少数がイギリス陸軍により第二次世界大戦中に使用された。1941年7月アメリカ陸軍武器化はイギリスに供給するため製造されることになる重装甲車の使用を提示した。ここで出された 別の中量級走行車に対する仕様は T17 走行車となっている。試作車両はイエローコーチカンパニーにより1942年に開発された。この車両はドイツの SDKFZ2318 輪重走行車に対抗するために 8X8 つまり8輪を装備し、その8輪全てが駆動する 8x8 8の駆動装置を有した。 内前方の四輪はステアリングに用いられた。総高圧からその車重は26トンになり、この重量は当時の抽選車ほどである。当初の兵装は M637mm 砲を砲塔内に収め、これと同軸に30口径の機関銃を装備、さらにもう一丁の30口径機関銃を前方銃座に備える構成とされた。さらにこの後、 37mm 砲の対戦車能力不足が明白となった。量産型である T18E にはこのため M157mm 砲を装備しイギリス軍に受領されてボアハウンドと呼ばれることとなった。この砲はイギリスのオードナンス QF6 ポンド砲をアメリカでライセンス生産した派生型である。アメリカ陸軍がこの車両に関心を向けることは全くなかった。 イギリス陸軍は2500両の発注を行ったものの北アフリカでの戦いが終わり、装甲車に不向きな山岳地帯の多いイタリアに戦線が移動したことと高価な製造単価と貧弱な投破性能により30両のみ配備された後に発注の撤回に至った。T18 は戦闘に全く投入されていない。唯一残存した車両は イギリスのボービントン戦車博物館に展示されている。ありがとうございます。